ベルリンの戦い、ベルリンの戦い、ベルリンの戦いは、第二次世界大戦末期、1945年4月16日の、赤軍のゼロー高地攻撃開始から、相当地下号における、ヒトラーの自殺、国会議事堂の陥落、5月2日の、ドイツ国防軍のベルリン防衛軍司令官、ヘルムート・バイトリングの降伏に至るまで、ベルリン周辺で展開された赤軍と、 ドイツ軍の戦闘のことである。1944年6月22日、ソビエト赤軍によって開始されたバグラチオン作戦の結果、ドイツ軍はソ連領からほぼ駆逐された。1945年1月20日、赤軍は東プロイゼンに侵入、ついにドイツ領内へ進撃した。参謀総長、ハインツグ・デイィアンはラジオ放送を通じて、 石軍本土侵攻を報じ国民の注意を喚起、ヒトラーにベルリン防衛の強化を進言するが、ヒトラーは1月23日の会議でオーストリアとドイツの石油の80%を供給するハンガリーの防衛を優先、ベルリン防衛予定部隊から第 6SS 装甲軍を抽出してハンガリーに派遣することを決定した春目覚め作戦。しかし、この部隊は、 派遣先のハンガリーで壊滅した。3月28日、ヒトラーは、キュストリン共闘補の疾患をめぐって対立した、ハインツグデイリアンを参謀総長から、解任、公認にハンスクレープスを任命した。状況は悪化しており、首都ベルリンの運命は、オーダーが戦線のバイクセル軍集団霊下の、第3総工軍と、第9軍、中央軍集団霊下の、 第4装甲軍に委ねられていた。しかし、予備兵力は薄く、書類上は、師団でもその戦力は著しく低下しており、国民的弾兵や武装 SS の外国人義勇兵など、即席部隊で対応しなければならなかった。また、その即席部隊は、末端兵士だけでなく、指揮官も忠誠心の強さのみで取り立てられたものが、多かった。そのため、実質的な指揮官は、 叩き上げの軍人であるヘルムウトバイトリング、砲兵団やビルヘルムもン系 SS 少将らに委ねられている状態であった。1945年4月16日、赤軍はベルリン占領を目的とするベルリン作戦を発動した。作戦は午前5時、オーダー側からゲオレデー・ジューコフ元帥率いる第一白ロシア方面軍の30分間にわたる猛砲撃で開け、 続いて、ドイツ軍守備兵の目をくらませるため140のサーチライトを照射し、トカ攻撃が行われた。しかし、この照射は、ドイツ軍の目をくらますどころか、逆に、ドイツ軍砲兵のために赤軍を照らし出す結果となった。また、バイクセル軍集団の司令官ゴッドハルトハインリツイ、上級大将の命令により、前日、第一戦陣地から第二戦陣地に、 ドイツ軍守備隊は交代していたため、猛砲撃の効果もなかった。このため、オーデルガーを溶かした赤軍は、ゼローコーチで、テオドーアブッセ大将を率いるドイツ第9軍の頑強抵抗に遭い、攻撃は頓挫した。一方、イワンコーネフ元水率いる、第1ウクライナ方面軍も午前6時、ナイセ川から攻撃を開始し、砲撃と円幕の援護を受けとかを行った。 午前8時35分、133カ所の都下点を確保したコーネフはに命令を送り、南方からベルリンに進行する準備を指示した。4月17日、ジューコフはゼーロコーチのドイツ軍防衛陣地を破り、18日、早朝までに同高地を占領し、ヘムケトを進めた。しかし、ドイツ空軍の支援を受けたが、これらの赤軍を叩き、大損害を与えた。 だが、19日にはドイツ第9軍の戦線は突破され、第101軍団は北へ、は、ベルリンに、SS 第9総甲軍団と SS 第5、山岳軍団、フランクフルトアンデアオーダー守備隊は、ブッセ直接式のもと、南へ交代した。4月20日、ヒトラーの誕生日を祝うために、軍交換及び、ナチス交換が、総統官邸に集まった。この日開催された、 軍事会議でアメリカ軍と赤軍がエルベ川で合流した場合に備え、ドイツ北部をカールデーニッツ元水が指揮することとなった。また、各種政府機関も即時ベルリンを退去することが決まった。会議が終わると、政府の大部分はベルリンを立ち退き、ヘルマン・ゲーリングやエイリヒレーダー等も立ち去っていった。一方、ベルリン防衛司令官ヘルムート・ライマン中将の事務室には、 ナチスの幹部が口実を設け、ベルリンたちのきの許可証を求め集まってきた。ベルリン防衛責任者のヨーゼフ・ゲッペルスは、武器を持てる者は一人も、ベルリンを離れてはならないと布告しており、ベルリン防衛司令部の許可証がなければ、ベルリンを退去することができなったためであったが、これをライマンの副官は嘲笑していた。結局、ライマンは彼らに2000枚以上の許可証を発行した。 4月15日、ドイツの崩壊を見越し東京の海軍軍令部は、ベルリン脱出寸前の安倍勝を中将宛に緊急電報を発信し、残存する U ボートをできるだけ多く、日本に開港するようドイツ海軍に要請し、その実現に努力せよとの指令を行った。この要請に、海軍総司令官、デーニッツ元帥は、燃料不足を理由に拒絶の意を示した。しかし、 指令を果たすために、安倍は、その後、ヨアヒム・ホン・ギッペント・ロップ外相と接衝を行い、再度交渉を行ったが、デーニッツからは、要望には応じられない旨、4月20日に、最終的な回答を受けた。その日、安倍は、相当関係に赴き、ヒトラーの誕生日を祝う記帳を行った後、デーニッツからの最終回答とベルリンから脱出する、宗田伝氏、 ベルリン方位網が閉じる寸前に、ハンブルク方面へ脱出した。なお多くの大使館員と民間人は、ベルリン郊外に避難したほか、一部は大使館内に残った。4月20日、コーネフは、さしたる抵抗を受けることもなく、バールウートを陥落させ、ドイツ陸軍総司令部のあるに達しようとしていた。一方、ジューコフは、ドイツ第56総工軍団の抵抗もあり、 思うように進撃できていなかったが、21日には第1機械化軍団がベルリン郊外のに突入し、ベルリン中心部へ向け銃砲による砲撃を始めた。翌22日、第3新鋭戦車軍と第4新鋭戦車軍がに到達し、23日にはベルリン郊外市街地へ突入を始める。翌24日、第56総甲軍団の司令官、 ヘルムート・バイトリング大将が急遽ベルリン防衛軍司令官に任ぜられ、率いる残余部隊をベルリン市外の各所に配置した。政府機関に近い付近に第 11SS 義勇総攻敵団兵士団、ノルトラント総統官邸付近は、ビルヘルム・モーンケ SS 少将が率いる武装親衛隊付近にはミュンヒエーベルク総攻士団、ポツダム方面には、 第20装甲的弾兵士団、フリードリヒ通り、駅付近に、第9高架量兵士団が配置、第18装甲的弾兵士団が予備とされた。しかし、どの士団も、定数を下回る寄せ集めであり、50万人近い、赤軍の前に包囲網は狭まっていった。4月25日、コーネフの第4新鋭戦車軍が、ポツダム郊外へ到達して、ベルリン包囲が完成した。 四月初頭のベルリンでは、赤軍がいつ攻め込んでくるか分からない状況で、市内は熱病に取り憑かれたような恐怖と絶望に包まれていた。ナチス党員は降伏すれば、即決裁判で処刑されるのは確実であったため、狂信的な決意を持って一人でも多くのソビエト軍将兵を道連れにすることを考えていた。ヒトラーは助かる道は完全に閉ざされていたため、ドイツの人種、文化、 建造物まで全てを道連れにする覚悟を決めていた。赤軍の砲撃が市内に直接届く段階になると市民の多くはベルリン市内のティーアガルテンの3カ所に建てられた校舎砲塔通称 G 塔詳細はを参照をはじめ、軍が構築したコンクリート製の大型防空壕や地下鉄の駅構内、下水道、個人宅の庭に掘った防空壕。 個人宅の地下室など身を潜められるところにはどこでも避難したが動くことすらままならず水道も断水され衛生状況は悪かった。そのうち送電が立たれたためラジオ放送すら聞くことが不可能になった。情報を求める市民の間ではもうすぐアメリカ軍が救援のために味方してくれるなどの信憑性に乏しい噂が流れた。戦争の終盤になっても ナチスの宣伝賞は相変わらず愛国のために徹底抗戦を訴えるプロパガンダを放送していたが、多くの市民にとってはすでにどうでもよい事柄で、生き残ることだけを考えていた。白旗を掲げる家では、新衛隊に狙撃され、何もしなければソビート兵に殺される状態であり、もはや助かる道は、アメリカ軍に降伏する以外になかった。 戦いが長引くにつれ地下号や病院は負傷兵で一杯になった。医薬品も麻酔薬も不足していたため、負傷兵は傷を負ったまま放置された。そこら中に死死が欠けて、骨が剥き出しになった兵士や、血まみれで包帯が巻かれた負傷兵や死体が横たわっていた。すでに戦闘不可能な負傷兵が集う場所も砲撃にさらされたため、 ある野戦病院では看護婦がシーツと口紅で赤十字の旗を作って掲げたが旗の意味を理解できないか意図的に無視した等の理由によりソ連軍の砲撃が止むことはなかった。生き残ったドイツ人はベルリンは地獄と化していたと記している。4月29日、新英隊長官ハインリヒヒムラーが西側連合国に対し降伏を申し出たことが BBC を通じて 世界中に放送され、ヒトラーに最後の打撃を与えた。終末が近づいたことを悟った。彼は個人的、政治的遺書の口実を行い、遺書の中ではデーニッツを大統領、ゲッペルスを首相にそれぞれ任命して、政府の管理を委ねることになっていた。そして、ヒトラーはエヴァ・ブラウンと結婚した。翌三十日の十五時二十分、ヒトラーとエヴァは、 相当地下号の居間でピストル及び毒薬を使用して自殺した。意外は官邸の庭に運び出され、ガソリンを注がれ、焼かれた後、砲弾穴へ葬られた。ヒトラーの遺言で任命された新ドイツ政府の首相、ゲッペルスはソ連と講和交渉を行うため、参謀総長、ハンスクレープス大将を軍師として派遣し、2時間にわたる停戦の申し入れを行ったが、 赤軍はその申し入れを退け、ベルリンの無条件降伏を要求した。ゲッペルスは、この要求を拒絶し、代わりに、ベルリン防衛軍による赤軍のベルリン包囲網を突破する作戦の勧告を許可した。しかし、すでに包囲網突破は、不可能な状態であり、5月1日から2日にかけ、ベルリン防衛軍は降伏した。なおそれまで、徹底抗戦を訴え続けていたゲッペルスは、 赤軍との停戦交渉が失敗に終わると、デーニッツにヒトラー死去の知らせを送り、その後、妻と子供六人を道連れに自殺した。ドイツ南部にはまだ武装したドイツ軍部隊が多く、5月1日にヒトラーの後継者として大統領に指名されたデーニッツの霊下にあった。彼は五月六日に全権委任したアルフレート・ヨードルをフランス・ランスの連合軍最高司令官、 アイゼンハワーの司令部に派遣、赤軍に包囲されたバルト海沿岸のドイツ東部から避難民をカイロドイツ部に受け入れるまでの時間的猶予を交渉。48時間の猶予を許され、発行を5月9日例示として5月7日にドイツ国防軍全軍の無条件降伏文書に署名した。それでも多くの避難民は赤軍の手に落ち悲惨な運命をたどることになった。 ソビート軍の報復は過列を極め、多くの女性がソビエト軍将兵により強姦され、数多くの市民が自殺した。ゲルハルトライヒリング博士によると、当時ベルリンの女性の平均人口は149万5500と推計され、その6.7%に相当する10万人が赤軍兵士による性暴力の被害者となり、うち10%前後が性病にかかったとされている。 強姦された女性は心理的外傷を負い、10万人のうち1万人前後が死亡した。これはベルリンに限ったことではなく、赤軍に占領されたドイツの町や村の多くで起こった。ソ連の作家エリア・エレンブルグは1964年に出版した回想録にブロンドのドイツ娘をさらえ、それは諸君の戦利品だ。 赤軍兵士を煽ったことで避難されたことを記している。なおこのような赤軍兵士による報復は、その後政治将校がベルリンに到着し、後期粛清が行われるとともに原した。政治将校の中には、治安を乱す赤軍兵士を即座に射殺することもあった。また、ソ連は、戦利品部隊を占領下ドイツに送り込み、ベルリンの博物館島や、 ドイツ各地の博物館、美術館、個人収集品から250万点にも及ぶ絵画、彫刻等の美術品を戦利品として攻略した。ハインリッシュリーマンが発見したトロイアの黄金も攻略された一つである。このうち約100万点は今なおドイツに返還されていない。1945年4月当時ベルリンには中毒日本大使館があったほか、 同盟国ドイツやドイツ軍との連絡、新兵器技術を研修、習得するため多くの民間人技術者や技術商工が所属する陸軍武漢事務所、海軍武漢事務所があった。またその他に、軍需メーカーの関係者、大倉商事や三菱商事などの商社関係者、同盟通信や毎日新聞、朝日新聞などの報道関係者、芸術家、留学生など、 およそ400人から500人ほどの日本人が在住していた。これらの民間人の多くは4月に入るとベルリン郊外に避難した。ベルリンの南西8 0トルのマールスドルフにある城に120名の日本人が牢上した。このような避難所は他にもベルツィヒなどベルリン郊外に数カ所あり、それぞれに大使館関係者が帯同した。4月13日に ドイツの航空機体調査を担当している海軍、武漢事務所のエーモリーヨシオ技術中佐、タルヤヨシキチ技術隊は、車でベルリンを離れ、ペーネミュンデ南方のロストックにあるハインケル社の工場で、ジェット機の技術資料を入手し、4月末まで同地に泊まった後、中立国スウェーデンへ脱出した。翌4月14日には、ドイツ外務省とヨアヒムリッペントロップ外省からの、 要請を受けて、中毒日本大使の大島博士以下大使館、関係者の多くと大使館付部官も自動車11台に分譲して、ベルリンを離れ、ドレスデンやザルツブルグを経由して、バートガスタイン、現オーストリアへ避難した。5月8日には早くも日本と交戦している、イギリス軍とアメリカ軍がバートガスタインに到着し、大島大使や部官を含む、 大使館関係者は滞在していたアストリアホテルにおいてアメリカ軍の南京に置かれた。7月1日にはフランス経由でアメリカに送られ、その後0数十人の民間人も同じくアメリカに移送された後11月に日本へ向かった。大使館に残留した河原野さん、一郎参時間以下少数の大使館員、二人のドイツ人女性タイピストを含むと民間人は、 地下号に前もって備蓄されていた100人が2ヶ月間、暮らせるだけの食料と地下に掘られ移動、ろうそくなどを頼りに牢状を続けたが、ベルリン陥落の危機が迫る中、4月22日には機密書類などを廃棄した。その後水と電気が止まったために、ろうそくと備蓄食料を頼りに生活せざるを得くなった。その後ソ連軍が入場すると、 5月2日にはロシア語ができる大使館員らの制止を無視して、日ソ中立条約により中立関係にある大使館に押し入り、大使館員の時計や食料などを強奪するに至った。これに対して残留していた大使館員がソ連軍司令部に抗議をしたため、後に大使館入り口に警備兵が立つことになった。しかしその後もソ連軍は、 司令部に訪れた日本大使館員を数日間、監禁し、リッペントロップ外相の行方などについて、尋問するという国際法を違反する行為を行った。さらに、ドイツの降伏を受けて、イギリス軍やアメリカ軍がベルリンに入場してくることが決まったため、5月18日には、すべての残留大使館関係者とベルリン郊外のソ連占領区域に避難していた民間に対して、 退去が命じられ、20日には、モスクワ経由で、シベリア鉄道で帰国させられた。なおこれには、スウェーデンに在留していた、日本人も合流した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。